お待たせいたしました第1回みんなで作るコンサラボン皆さんこんばんは見習い研究員の石野さと子ですこちら実は伊達メガネなんですけれどもそろそろ新しいものに変えたいなとお気っています <laughs> よろしくお願いします伊達メガネだそんなこと思ってたのか <laughs> 皆さんこんばんは コンサラボ所長の河井デジです。えー、5引き分けということで。引 <laughs> き分けですか、ねね、<laughs> 皆さんちょっとね、テンション下がってる方が多いのかなと思うんですけども、盛り上がっていきましょうよろしくお願いしますお願いしますそして、 私、主任研究員の広岡敏光です。よろしくお願いいたします。まあ、我々、普段コンサドーボという番組で、北海道で、コンサドーで札幌を愛するすべての人たちのために、さまざ、あ、まな調査や分析を行っているわけなんですけれども、実は、この3月に本来であれば、皆さんと初めてこう触れ合える、まあ、リアルイベントの開催を予定していたんです。ただ、 まあこの新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が延長されたことなどを受けまして、泣く泣く開催が延期ということになりましたただ、ですね、まあ、ツイッターなどで皆さんから本当にあのたくさんのポジティブな、あのー、コメントをいただきまして、ですねなんとかこれ皆さんとこう交流できる機会を作りたいなというふうに思いまして、今回、オンライン配信でイベントという形にさせていただいております。はい はい。今回はコンサラボ、番組ツイッターにて、今後やってほしい企画を、皆さんに、ハッシュタグ、みんなで作るコンサラボをつけてつぶやいていただきました。後ほどご紹介させていただきます。えー、この配信中も、コメントや質問を受け付けてますので、皆さん、えー、素晴らしいコメントには、エクセレント出し,しますからね。<laughs> <laughs> エクセレント出しますよ。 そうですあのー、実はです、ねあのー、これまではツイッターのハッシュタグでたくさん、あのー、コメントいただいてたんですけどもこの,あのイベント中はです、ねあのー、この YouTube の,のコメント欄にコメントをいただきますとそれをこうピックアップして話をみんなでしていこうかと思いますのでこの時間中はです、ね、ぜひ YouTube の you コメント欄の方にコメントをいただきたいという,ふうに思います。さて ま、ちょっとここには触れざるを得ないだろうということでですね、はい、今日、先ほど試合が終わりました、アウェイのセレッソ大阪戦でございます。えー、ちょっとこちらにですね、ホワイトボードを用意しまして、まあ皆さんもご存知ですよね。はい。2対2で、また引き分けてしまいました。これで。狼はい。負けなしってことはお<っ>負けなしか。 そうです負けなしですね <laughs> 負けなしっていう響きだとすごくいいす,すごいポジティブな感じで,いいで、ね、確かにそうですねただあの開幕からのですね5試合連続の引き分けというのはこれリーグ新記録でございます新記録や <laughs> 記録はねやっぱ記録は大事だから <laughs> 何でもね名を刻んでいこうっていう、はい、大事ですよやっぱりこうねいろんなところにコンサドーレの名前をこう刻んでいこうじゃないかっていういいですねでも勝利が欲しいですねそうなんですよ、はい、でまあ今日のの、ね、ゲームちょっとまあいろんなことありましたけどピックアップしたんですけれどもまあそうですね所長どのあたりが気になるところですかままあ、まあ、あのー、ね 失点がねちょっとまあ自分たちからのミスだったのでまあもったいなかったかなっていうのはちょっと感じてますけどまああのゴールキーパーから繋いでいくコンサドールのサッカーまあこれをねやり続けようと思った結果なので全然2人を攻めることはないですし逆によくつなぎに走ったなと思いますよ。うんまあ、今日はそもそもものね前提条件としてななかなかメンバーをこうね 思うようなメンバーで、望めなかったっていう現状もあるわけじゃないですか。それを踏まえて、当然、その、してはいけない失点の仕方をしてしまったっていうのもあるんですけど。内容的には、どうでしたか。いや、あのー、ね、スタメンもだいぶ違いましたけど。あのー、コンサドーレのやりたい、サッカーっていうのは、できてたんじゃないかなと。思います、うん。そうですね。あの、ね、よく追いついたと思いますよ。 そうですね、はい、追いついての引き分けって見てるわれわれのダメージもちょっと薄れるかなっていう感じがしますよね,、うん、そうですね。よく追いついたっていうポジティブな気持ちになりますから、うんうん、あの前節はちょっとねラストワンプレーだったからししかかも最後の最後後のでしたからね、うん、本当にあのワンプレーで終わったんですけどねそれはちょっともったいなかったかなっていう。 みんなのため息聞こえますね。そうですよね。コメントどうですか。なんか来てますか。あ、カワイ君、エクセレントっていうのもありましたよ。俺に赤黒さんからエクセレント。なんか嬉しいな。ありがとうございます。赤黒さん。赤黒さん。赤黒さん、エクセレント。おお。今日エクセレント何回出るんだろうこれ。いやあの出てますもんね。しっかりと。そうですね。どうもおしゃれです。どうもおしすごいおしゃれですね。

そうですよね青木のボールも良かったですよ、あとは、そうですね、やっぱりここですかね、うん、この2人が入ってから、ちょっと攻勢を強めて、うん、この30後半30分のこのゴール、最初、あれ、触ったどうかなみたいな、金子選手のクロスが上がった瞬間に、うん、触れーって、なんかこう、ね、<laughs> YouTube で見てて、スタッフでみんなで叫んじゃうぐらいの感じだったんですけど。うん ああいうインスイングでゴールに向かっていくボールってディフェンダーめちゃくちゃ取りづらいんですよ、うん、あのクリアしづらい、うん、えーでキーパーからしてもやっぱりゴールに入ってるし合わされたら逆方向に飛んでいく可能性があるので、はい、非常にもういいボールでしたね,ねで中島大花中島大花選手のゴールということになりました、うんはい、なんかこれ試合後の会見でちょっとエピソードあるんですってすはいリーグ リーグ戦では初ゴールだったわけなんですけれども、はい、あの、最初の記録では、金子選手に記録がついてしまっていて、中島選手は自分が決めたのにと、ロッカーでちょっと悲しんでいたそうなんですよね。<laughs> はい。ちょっと半泣き状態だったっていう噂が入ってます。はい。はいで,はい、で、その時に、セレッソの,あのキーパーのキム・ジョンヒョン選手が、中島選手が決めたと。キム・ジン,ヒョンジンヒョン。キム・ジンヒョン選手が、中島選手が決めたと。 言ってくれたそうで。相手のゴールキーパーが、そうなんですよ。なかなかね、そんなシーンないですけどね。でも、中島選手、今、キム選手が大好きだと。ありがとうございます。それはサインになるね。それは好き話をしていましたよ。でも、所長、これで、中島選手、あの、公約のあの、髪を伸ばすまで。はい。残り3点になりました。じゃあ、もうすぐじゃないですかハットトリックで。ハットトリック試合で決まっちゃいますよ。じゃあ、次節ハットトリックしたら。もうそれで決まりです。 そっから髪伸ばの場所、外科の隆毛が見えると。<laughs> <laughs> そ,れそれはそれもそれで微妙ですね。<laughs> ロ隆毛になればね、だいぶかかるんじゃないですか <laughs> です、ね。徐々に伸ばしていきますからね。隆毛といえば、荒野の選手ロン毛からハットしましたけれども、ね、今日の荒野の選手いかがでしたか。いやーもうね、荒野のすごい良かったんじゃないですか。<laughs> あのー、オフ中に、えー、プレートを抜く除去さ除去作業手術をしたんですけども。うんうん まあその影響もあってかプレーだいぶ良くなったなって印象を受けますねうんあとあのもうあのアディショナルタイムでルーカス選手がの右サイドで、うん、もう自分一人でもう抜いてコーナーキックまでもうもらっちゃったってあのキレッキレのドリブルすごかったですねすごかったですねやっぱりねあのルーカスちょっとなんか ステップの仕方が違うというか、あ<ー>まあ状態も振ってるし、なんかディフェンスとしてもやっぱ嫌ですね、ルーカス。ねえ。いやー、まあですから、まあ、ね、あの、今シーズンのこの序盤戦の戦い、ちょっとこう並べてますけども、黒星は一つもないんです。ね。うん、負けなし。負けなしです。今日も負けなしが続いた。逆に,逆にすごいですね。いやすごいですね。<laughs> でも、はい、例えばこの三角が1個でも丸になってると、勝ち点がここにプラス2積み上がるわけですよね。うん、はい。 だからそこのこちょっともやもやとした気持ちもありつつも、うん、だから、この後とに真っ白がくるのか黒がくるのかでここの評価ってだいぶこう変わっちゃいそうな,なんか感じしますよねそうですね、まあ本当におっしゃる通り次の試合が大事かなと思ってます、えー、いやーなんとかね、ここで100勝もかかってるわけですよ、ずっと、ね、リーチでえーっとどこらら辺からリーチなんだろう。 だいぶリーチ待ってますね、えー、ずっとリーチなんで、これ、まあ、あの、いろんな人がやきぼきしてる。<laughs> そうですねあの。クラブ、クラブもね、いろいろと用意してるでしょうし。<laughs> ね、でしょうしですね。はいはい、100勝目、ね、一1百勝目はしたらリリースしたいこともあるでしょうからね。一体いつ1対1 <laughs>。次です、次。ねえ<ー>、うん、気になりますよね。はい。序盤戦で、ここまでの戦いで、所長が、こう、なんだろう。 こうあのシーン良かったなとか、こう記憶に残るシーンってどんなところありますか。まあ引き分けばっかりなので、ちょっとねコメントしづらいけどい、<laughs> あのー、でもコールキ選手が入ったことによって明らかにこう攻撃の質は上がったかなっていう感じはしますね。あのワントップでしっかりと収められる選手ですし、あの体の当て方とかやっぱりこうみんな見習うべき。 ポイントかなと。うんうん、北海道の子どもたちにはすごく勉強になるし<ー>あの中島大花なんかもすごくコロキのこう動きを真似してるというか<ー>そういうシーンが見られましたね。うん、コロキ選手の存在ってねそういう意味でも若い選手にとっても大きいですよねきっとね。いやーあんだけのプレーヤーが目の前にいたらやっぱ嬉しいですよね。勉強になりますしそうですよ、ね、なんかこうボールを見てないんですよね相手見てますからね。 あー多分ボールが来る位置はもう把握できてるんでしょうね、すで、はい、に。その上で敵をブロックして、前に出させないとか、こうボールは動かしながら敵をブロックするとか、うんうん、その辺の体の当て方、非常に勉強になるなと。なんかあの、そんなにこうフィジカル的に圧倒的に恵まれてるっていう体格じゃないじゃないですか。うんはい、なのに、自分よりだいぶ大きい屈強なディフェンダーを背負って、うん ボールを失わない、はい、なんかほら、当て方とかって、なんかこう古武術みたいな、はい、当て身投げみたいな。うまくこう力を、相手の力をいなして、前向くみたいなターンとか。うんうん、あれってもう、なんか、それだけ見てるだけでも、すごくこう楽しいというか。そう、ね、しますよね。まあ、あの、本当にセンスの塊というか。うん、なんか、そんな印象を受けますけどね。ですよね。はい。石野君は。はい。どうですか。はい、私は、あの、前節の菅選手のゴール。 まあその後のパフォーマンス、ゆ,ゆりかごパフォーマンスもそうだったんですけど、河合所長からのアドバイスが聞いて、しったそうで、ね、エクセレント <laughs> エクセレント <laughs>、ね、いやー、そうなんですよ。あの、試合の前日、菅選手が僕のところ挨拶に来て、はい、ゆいさん走って、もう走ってきて、ゆいさん、こんにちはって挨拶に来て、<laughs> で、あのー、昨年の、 後半以降がすごいシュートの意識高くて、で右足でもちゃんと枠捉えられる。うん、すごくこう魅力的っていうか、向こうからしたら、やっぱりシュート打たれると怖いですよね。もうどんどん打っていけよって言ったらゴールしてくれたんで、うん、すごい。菅ちゃんエクセレントでしょ。菅 <laughs> ちゃんエクセレントでしょ。 ねはい、でもなんか、それをすぐこう形に結果にこう出せる菅選手もやっぱすごいですよね。いや、もう本当に、どんどん仕掛けてましたし、自分の中でしっかりとこうやることが整理できてきたのかなっていう今ね、コメントで、タマリンさんが川井所長、はい、青木選手のシュートが枠内に飛ぶように、アドバイスよろしくお願いしますいいいやコメント、エクセレント、いいコメントですね、まあ、青木選手ね。うん 今日、まあ、チャンスもあったので、ね、ちょっとアウトにかけたあのシュートとかね、はい、やっぱりセンスは高いので、はいまあ、枠に飛ばしてほしいなっていうのを気持ちは分かりますやっぱりそれにはじゃ所長がちょっと一言言かけてまたた結果が出たらそうですねはい僕の手柄になるので <laughs> <laughs> これでももう一回やってまたその選手活躍したら可愛い,い大名人的な前日練習で竜さんの前にこう行列できたみたいな。<laughs> で一人ずつお願いしますよっななんかおかおしなことあっ大 <laughs> <laughs> そうなんですよまあねでも本当にあの菅選手も,もうパパになってですね。ね はい、ね、ますますこれからちょっと活躍してほしいなというふうにね、うん、思いますよね。はい、あの、くさんから、菅ちゃんにお小遣いあげてって。来てますよ <laughs> あ、俺、これから。<laughs> なんか、そうですね。はい、なんか、あげましょう。<laughs> そういうコメントはなしです。<laughs> <laughs> ね、はい、エクセレント大バーゲン。うん、そうですね。今日も早くも何回出たんでしょうかね。今日はもうガンガン行ってきたいんでね。うん そうなんですよ。コメントもすごいいただいてますね。いやそうです。ありがたいことに。あ、そしてですね、今視聴者数が438人ということで、もうありがとうございます。この土曜日のこの夜の時間をね、ありがとうございます皆さん本当に。ありがとうございます。そうですね。横にコメントが出るようにねなるわけです。あ、すごい。すごいですね。今日のコンサラボどうしたんですか。いやもうね、リアルイベントができなかった悔しさをここにぶつけるっていうこう。 いつかこれ近々ね、必ずリアルイベントもやっていきたいなと思うんで。そうなんですよ。で、そのための、あの、今回は皆さんにちょっといろんな案をもらって、ある意味ここをちょっと今日企画会議みたいな場所にしたいなと。うん、で、はい、ハッシュタグみんなで作るコンサラボーなんで、もう皆さんからいろんなことをちょっと聞いてですね、うんあ、それ面白いのやってみようとか、もっとこんなことできるんじゃないみたいなことをですね、皆さんと一緒にこう今日は 考えていく時間にもしたいななんていうふうに思ってるんですけども、うん、まあ事前に皆さんからツイッターなどを使ってもう本当にたくさんの提案をいただきまして本当に皆さんありがとうございます、うん、ありがとうございますねいやこれ見てると本当にどれもやってみたいなって思うよねものばかりなんですけど例えばそうですねえー、っと 元山親父さんの,、うん、このサッカー選手のセカンドキャリア。うんうん、これ面白いですね、うん。これちょっと確かに知りたいですよね。例えばその、まあ、引退した後にコンサドーレだったりサッカー界にこう関わっている方っていうのも,ももちろん多くいらっしゃいますけども、はい、そうじゃね、全く違う世界で今ね、ご活躍してたりとか奮闘されている方っていうのもたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。はい、そういった人たちにちょっと 話聞いてみたいなとかね。ねそうですね。はい。うん、聞いてみたいな、うんまあ。OB の選手でもいいですしね。そ,そうですよね。はい、クラブの。うん、いや、セカンドキャリアはね、やっぱりこう問題視されてるじゃないですか。そうですね。選手の。うんうん、だから、ね、活躍してる人のセカンドキャリアを追って、まあ、その、まあ見てる人の、こう、なんていうんですかね。 選手が見てたら、選手もこうセカンドキャリア、こうしてみようとか、道しるべになりますし、なんかやっぱ、輝かしい、世界でやってきた人たちだから、もっと輝ける場所があるよっていうのも伝えていきたいですよねたたよすよねさすすすすがのもうコメントすごいでで、ねうん、ちょっとあれですね。 腕上げました。エクセレントびっくりしたした急たエクセレント所長が言わないともう私たちできないので、ちょっと私からやってみました。びっくりしたうしいなちょっとエクセレント。今ね、コメントも来てますけども、あっ、すむすむさん、セカンドキャリアの最高峰はののさんですねってね。いやー、確かに。確かに。マジやん。あんまで。 ちゃったわけですからね。チェアマンですもんね。はい。サッカー選手だったんですよ。そのさん、それ試合してるんですよ。そうですよね。が、チェアマン。すごい時代ですね。いや、本当そう思いますよね。あ、元コンサ所属の外国籍全員選手と、その男とかも気になりまして。確かに。そうですね。まだ選手元気かなみたいな。ね。そうですよね。うん。 連絡取ったりしてる選手とかっているんですかジェイドノースおっノース選手オーストラリアはいたまにこうやり取りというかへえあの2015年ぐらいかなはいはいはいあの実際オーストラリアに行ってジェイドノースの家に泊めてもらったんですよえっ5泊ぐらい4泊か5泊すごいっすねあのジェイドノースのいるチームブリスベンロアに練習に行こうとしてでもう 監督が変わっちゃって結局参加できなかったんですけど、はい、そういう経緯であのジェイドとは仲いいですね。みんな元気とか英語で懐かしいなんて言葉が来てますよ。所長。いや元気ですよ。<お>あの最近もな <laughs> あのスポーツダイレクターに就任した、うん、SNS を上げたんですけども、そこであのコメントくれて<ー>まあちょっとやり取りしましたね。 へ英語でやり取りするんですか英語でやり取りしてました。<ー>もう拙い英語とか、まあ今翻訳あるじゃないですか。あ,はい、ああいうのも使って自分なりにこう伝える。へ<ー>だからそのオーストラリア行くときはめっちゃ英語勉強しましたけど、<あ>何一つできないです。<laughs> <laughs> これから勉強していこうかなと思ってます。 ね、そういうい外国人選手の今っていうのもね気になりますよねあと結構ですねあの医師の研究員にいろいろやってほしいっていうような話をたくさんもらっててどうですか自分でこういうのをやってみたいなみたいなこれぜひやってみたいのがはい、はい、ししゃもさんからいただいた、はい、河合さんの一日密着、はあ、ぜひ所長の CRC や SD のお仕事にも密着したいな、はい、どうですかいいですか いやえダメなんですか <laughs> 難色難色を示している。<laughs> エクセレントおおよかったいいですね。あの、ぜひこう、試合中、どんな動きをしてるか、見てもらいたいなと思いますね。うん、あの、何時に、えー、ドームに行ってこう、動いてるとか、ブースをね、出してるときは、ブースに立ったりですとか、うんうん、この間の試合は、本当、ののさんの最後っていうのもありましたけど、うん めちゃくちゃ忙しかったですね。は<ー> OB としての活動もしつつ、はい。郷土さんと一緒にトークしとかライブ配信もしましたし、うんうん、セレモニーも出てらっしゃいましたし。セレモニーも出てましたし、はい、あと、あと片付けもしてましたし。そうですよね。はい。厚別でお会いした時も、あの、いろんなサポーターの方とお話ししたりとか、本当に働きまくってましたよね。なんかガチャガチャのそばにいたりとか。とかガチャガチャね、あれ <laughs> SNS であげたけど、ね。はいはいはい、はい。<laughs> そうですね。前、まあ、本当止まっていることはないかな。うん、確か。うん、なるべく動くようにファンサポーターの方とこう接点持てるようにはしてますけどね。うん、当然オフにも密着するっていうことですよね。いいんです。ここオフはちょっと。オフはちょっと。こっちの方が。オフ LG。オフは LG。ちょオフ l g オフは l g あの選手とのオンライン飲み会とかもしあればぜひ。 密着させてもらえればなとかそれ大丈夫ですか映して大丈夫なやつですかね映しちゃダメなんですやつもそれこそあの前田内村とかは結構前田俊介前田俊介内村義弘とは結構オンライン飲み会してますあのこっそり潜入なんていうのも <laughs> こっそりでバレるでしょ。N.H.B. 石のいつもの Zoom のアカウントで入ります。え誰だってなります。あの邪魔はしないんで聞くだけで。それもいや参加型だから。あ参加型参加してもらって。ね？そう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 。そうもうオンライン飲み会面白いです。オンライン飲み会ね面白いです。でもなんかもうみねファンの皆さん、サポーターの皆さんと一緒に。 ちょっとこう、飲んだりリラックスしながら、みんなでワイワイしゃべるみたいなのも、なんかやってみたいですよね。今日ですね、皆さんね、飲みながら見てますなんて方もいらっしゃいます。し飲んでますかね何のつまみで何飲んでるんですか、皆さん。なんかチータラって方、いましチータいいですね。あタモリンさん、参加しちゃえ医師の研究員。 っ <laughs> バックアップ。っ <laughs> 前春前田さんの、大人気ですよ。大人気ですね。さん、オンライン飲み会、配信希望。配信できないんだよな。<laughs> 配信は危ない、ね、危ないかもしれないですね。<laughs> 結構危ないかもしれないですね。飲んでるのはクラシック。はい いや、いや、まあ、そうでしょうね。まあ、黒ラベルでもいいですけどね。いいですよね。焼き鳥をつまみ。いいですね。皆。焼き鳥をつまみに最高じゃないですか。本当は、それぐらい、我々リラックスして。いや、やりたかった。ですね第1回なんで、その様子見ながらということで、今日こんな感じで。じゃ、絶対第2回やりましょう。絶対やりましょう。おつまみも。いや、もう、絶対、あの、パートナー企業さんのでね。 ああ、お願いします。はい、サッポロビールさんと。はい。もしね、これご覧になってるパートナー企業の方いらっしゃいましたら、ここに移すものとか、なんかあったら、ぜひぜひぜひこういうとこにね、こういうとこにこうちょっと賑やかに持つっていうね、皆さんの目に触れられますからね。そうもうもう500人近くの方がね、見ていただいてますんでね、どんどん伸びてます。ね。コトフ食べてます。いいですね。固まりそう。ムコラさん。キャップ飯復活希望って書いてるまでしておりますね。 ね、札幌ビールさんお待ちしてす <laughs> 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 本当ですよ、ね <laughs> ね、ちょっと他のこういうのを見ていきたいんですけど結構、はい、あのスタジアムで声出せないじゃないですかそうです、ね、だからちょっとちゃんとあの応援の歌とかコールですよねちゃんと、うん、これをちょっともう一回復習しようとかそういったような声とかも結構あったりとか。 してるんですよね、で、あれですよね、多分医師の研究員はスタジアムに声が響いてるっていう。の、を聞いたことないです。そう、そうなんですよ。私が。医師の君は、コロナ禍になってから。はい。サポーターになったので。まだ聞いたことがないんです。これはちょっと残念ですよね。そう、じゃ、そういう方いっぱいいますよね。結構いると思うんですよ。最近、サポーターになった人。そうですよ。そうなんです。そを知らない医師の君。 いある意味、スタジアムの醍醐味の一つだと思うんですよ、うん、あの、ストーンっていう声、うん、あれでグッとくる瞬間ってあるじゃないですか。すいいや僕なんか結構、長いことをコンサートで取材させてもらった中でも,でも、ね、何度もそればっかり繰り返していると、それを超えなきゃいけないんですけど、ルヴァンカップのやっぱ決勝、あの、はい、あれはスピング、ユケサポロっていう、あれはちょっと涙出ます、はい この応援はやっぱり今度は次歴史に乗り換えて越えていかなきゃいけないんですけどあの瞬間はやっぱりうわーってなんかこう込み上げるものがあったんで,ーではすごかったですねね確かかに、ね、なんかあの時のこう動画とかちょっとやっぱ見返しちゃいますもんね。<ー>そうノスタルジーね浸ってるだけじゃダメなんですけど、うん、ちょっとたまに見ると今でもグッとくる時が。 あるんですよね私もあの映像を見ると、うん、この中で応援したいなっていう気持ちになりますもんんあの実際ねあの声出しての応援って選手にめちゃくちゃ勇気とかこう走るる力を与えてくれるんですようん、うん、実際2011年の、えー、最終戦ですね FC 東京と対戦があったんですけども首位、はいはい、の FC 東京で勝てば昇格が決まった試合だったんですけども。 2>, 2対1で勝ったんですけども、もうん、ね、あれはもうサポーターに勝たせてもらった試合かなと思ってます。<ー>そういう試合って何試合、も数多くあるわけじゃないんですけど、えっ、ー、と、あとは、そのちょっと前の湘南戦とか、はい、アウェイの湘南戦だったんですけども、関東の方が、もうブワーって退去でよろしく来てくれて、<ぁ>その試合もサポーターのおかげで勝てた試合でしたし、うんうん、あと2016年。はい あの試合もやっぱりそのホームみたいな雰囲気をつく作ってくれたあ<ー>関東サポーター、まあ、北海道の方もねいっぱい来てくれたと思うんですけども、うん、本当にサポーターの声はなななん,であんな力出るのかなど,どういうふうに感じるものなんですかぶわって大きい声の応援に包まれたら、うん、選手例えば所長は現役時代どういう感情になってどこにこうちょっと触れる感じとかになるんですかななんだろうううややっっててるるぞっていう気持ちになるもう 試合前からもう震える、震れるぐらい、もうかなり力入ってんですよね。はい、はいはい。で、あの、残り5分とか一番きつい時間でも、あと一歩が出るんですよ。本当に。<ー>はい、本当に出るんですね、はい、その声で、はい。はい、出ます。は<ー>出ないやつはもうやめたほうがいい、サッカー <laughs> <laughs> やめたほうがいい。<laughs> 出ました。 強い言葉が出ました。たまにね、闘争キャラも出す。それ力出ない選手はもうやめた方がいい。今一瞬ちらつきましたね。闘争の姿が。闘争見えましたね。見えましたね。そうか。戦わないとダメですよ。やっぱりその戦う力にさらにこう後押ししてくれるのが声。い。だから今はなかなかその若い選手とかまさに入団してね、一年目二年目の選手ってそれをわからないわけじゃないですか。だけど じゃあこれ声が解禁になった今でそれこそ野々村さんがチェアマンになって、ね、まずそこにちょっと何かこう手をつけてくれそうな感じじゃないですかそうですねなんかあのコメントでも上がってましたよね。はい、提案されてましたよね,ね観客を上限いっぱいまで入れるじゃなくって人数は制限した状態ででも声を出せるような状況にしようじゃないかっていうような方向に今どうやら動いてくれそうな感じもありますよねコ、うん、メントも来てますよね。 応援の力、この中で応援の仕様が変化したことで、どれくらいプレーに影響があったのか検証してみてほしいです。これでも多分選手たちに話聞いたら、やっぱり今の所長と同じようなコメント多分あるんでしょうね。だと思いますよ。選手が一番やっぱりかわいそうですよね。まあファン、サポーターの方ももどかしいと思うんですけど、うん、選手にこうね、声出して応援できない。 応援されないっていう選手はやっぱ力出ないんじゃないかなと思いますけどね。確かに今何か金子高見田中選手ですらちゃんと聞いたことないんだよね。金子高見田中俊太のちゃんと歌いたい。どうだんこさん。いやそうですよね。いやそうでしょう。そうもう彼らはもう当たり前にこうもう今コンサドレのもう看板選手の一人になってますけど、その彼らでさえ確かにちゃんと聞いてないそうでしたね。ああ。 それって、改めて聞くとそうですね。応援歌、ちゃんとできるとやっぱ嬉しいですもんね。うん、いやそうですよね。<ー>早く声出せる状況になってほしいですね。うん、ねえ。いや、本当そうですよね。だから、そのちゃんとを改めて復習しておくっていう。<laughs> いう番組みたいな企画も、確かに面白いですよね。うん、僕なんか結構、ね、その、なんだろう、アメ側のちゃんととかも、あの、スタジアムで取材してるとき聞いちゃうんですよね。 結構その少数性っていうか、やっぱ熱いサポーターが上まーバーで足運んでるじゃないですか。はい、じゃあ彼らが数は少ないんだけど、めちゃくちゃ届けようとしてる感じとかを見るのが結構好きで、それこそレッツとかね。<ー><と>いや、すごいですよね。すごいですよね。すごい。あとアントラーズとか、はい、やっぱなんかすごいんですよ。ガンバーもすごいじゃないですか、うん、か結構。まあ、男性の方が多いっていうのも <laughs> すごいもう汚い言葉も、って聞こえますし。<laughs> 確かにあれはあれで燃えるんですよ、あのー、あの絶対負けないからっていう感じで選手は奮い、うん、立つというかなるほどあねあね原曲が何なのかとかもね結構<ー>そう結構コンサドルのあのちゃんとって原曲めちゃくちゃ有名じゃない曲からでもかっこよくこうちゃんとに仕上げてきてたりとかするのが多くって元の曲探ると全然違うパンクな曲じゃんみたいなとか<ー>あるんですよね いや、それ確かにちょっと面白いな。その研究面白いですね。面白いですよね、結構ね。すむすむさんも練習オンラインでしてもいいかも、みたいな。オンラインで練習みんなで声出してあ、そっかそっか。それぞれのね、場所で。ましたね。確かに声出していい環境でみんなで練習するっていう。そっか。じゃあ、ちょっと US のあの、協力も仰ぎながらとかやりますか。いいかもしれない所長の原曲はミッキーマウス。見たいですね、なんか。そうか。 言われてましたね。<ー>え、あれですか。お前は赤と黒の男。ユージ。はい、ミッキーユー,ミッ,ーミッキーマウスの。原曲みたいですね。はい。東証にミッキーマウス。全然。そのギャップもでも、でもそうわからないぐらい、でもあれも勇気の出るちゃんとだったじゃないですか。そうですよね、あんま、言った通り、全然かけ離れてますもん、ね。も、はい、そう。だけど、かっこよく仕上げてくれっていう。 すごい本当ね面白いそういうちゃんとなんか作ってるところとかもねなんかちょっと話聞いてみたいですよね、うん、そうですねどうやって作ってるんですかね本当にすか,かなりりセンスりますよ、ねはいほんとにみんながこう歌いやすいような曲を作るわけじゃないですかみんなね新しいちゃんとできた練習するんですよねゴール裏で最初お披露目があって、えー、そうで最初みんな分かんないんだけどだんだん慣れてきてこうみんなで歌えるようになっていくその過程もシーズン序盤からちょっとずつみんなが声揃うようになってくるみたいなそうなんですよね そう。コンサは南米系が多い。へぇー。ああ、確かに。あれですよね。あの、エスパルスとか結構こうサンバのリズムで、リズム体がね、音鳴らしながら、それに乗せてちゃんと歌ったりとか、ありますよね。はいはいはい。ボカジュリアス系、確かにね。うん、確かに、そんな感じですよね。へぇー。あ、<laughs> すごい。 アスタさんちゃんと流しながらこの上で子供と PK ごっこを覚えます、ねね、<laughs> それはすごいですね英才教育してますね英才教育すごい <laughs> 多分 YouTube とかで流しながらやってんでしょうねいや面白いですね面白いですね,ですね確かにいいですね、うん、安中くん一度呼んでもいいかもしれませんねとああ確かにコールリーダー今のコンサートオレのああそれもいいですねでサポーターも巻き込んで見てくれたりはそうか今日今言ってるからアウェイに見てはないですかね多分ね 確か,にあ確かにね、それは面白いかもしれない。ちゃんと講座、ぜひ。ね,ね、確かに、<あ>誰が作ってるのっていうの、確かに気なあと、ちょっと気になったのが、はい、あのハーフタイムに選手とかこう、何がその中で行われてるのかっていうのをこう知りたいっていう,こう、ハーフタイムの世界を知りたいですって、<ー>こよってさ。 戦術的な話などをしているので放送できない部分が多いかと思いますが選手や監督、コーチスタッフ、裏方さんがそれぞれどんな時間を過ごしているのか、うん、スタジアムやテレビでは見ることができない裏側が知りたいです。これ確かかに知りたい、うん、知りたい。いいそそうううですすね。ね。<う>ひらめさんからもそういうツイッターだま コンサ通りのスタッフさんのお話聞いてみたい,いす確かにこれってあのハーフタイムの映像とかって例えば日本代表のワールドカップの時に密着カメラが実は入ってましたとかで後でちょっとわかるとかあとあのルバンの決勝の時も、うんはい、実はあのコンサ通りのスタッフの方にあのまあ、ビデオを回してもらってちょっとそれをうい知ることはできたんですよみんな出ていく時にえーイとか言って声出ししたりとか、うん、そういうシーンをちょっとお届けすることはできてるんですけどその他のところでどういう風なみんなが動いてるのかっていうのを 確かに知りたい。まあ、あのね、はい。全然、俺、まあ、僕からしたら普通の話。そうそうですよね。うん。り前のようにやってきたんで、まあ、入って、やっぱ着替えますよね。あム。ユニフォームは、はい。2着から3着ぐらい用意されてるんですよ。そっか。汗でびっしゃりになってるから。嫌なんですよ。はい。あの、シャワー浴びる選手もいますし。あえ そうなんです、ね、俺は結構浴びてましたね。へえーあの。遠藤保仁選手有名じゃないですか。はいはい。シャワー絶対浴びるっていう。はいはいはい。僕も結構浴びるタイプでしたね。シャワー浴びたら一回ちょっとリラックスしちゃいませんあのそれを言われてやめました、途中で。えー、実際、そのなんていうんですかね、リラックスしちゃうみたいなんですよ。 筋肉緩むからやめてみたいな感じで話してあそうなんだい。あやめるよっつってやめましたけどね全然へえ水はかけるようにはだからしました逆にそうか筋肉クッとこう緊張感で戦うモードからちょっとこうふっと緩んじゃうったりとあでもそういうのも含めて多分知らないことだらけなんですよハーフタイムって多分過ごし方もみんな違うんでしょうね違いますね 逆にこうコミュニケーションすごく取る人とか、いろいろそうでする。まあでも1こ、一人、一人のモードに入るっていう選手は、試合前の方が多いですね。あ<ー>どちらかといえば。ハーフタイムは、割とコミュニケーション取る。なるほど。ーハーフタイムにコメント、ミシャさんが言ってることを、その後にもらいますけど、あれってどういうタイミングでみんな集まって話してるんですかあれは、そうですね。こう、ちょっと、まあ、みんな着替え終わったりとか。はいはいはい そう着替えながら聞いてる選手もいますし、あ<ー>あのちょっとしてからですね。あそうなんですね、うん、じゃあ前半終わった直後じゃなくて、少し経ってからみんなで聴いて、るんです、ねうん、みんな入って一たぶんコーチ陣でも話してるから、ね、えーあね、まずはそこですり合わせて、はい、なるほど。えー それとも監督とかのチームによってもやり方って違うんでしょうね違うね違と思いますし<ー>、しっかり聞いてほしい監督もいるだろうしもう着替えながらでいいよというはあ<ー>あの監督もいますし、まあ、なかなかそこ、ね、映像でっていうのはあの先ほどあの<や>おっしゃってたようにう、ね、戦術系の花が、ね、かかってくる話なんでなかなか難しいかもしれないですけど、うん、ちょっとできるところまでなんかやってみたいなって気も、ね、しますよね。そうですね、まあ、試合前の雰囲気とか すごくいいんで僕これからなんか変えていきたいなと思うのはそういうロッカールームにじゃ企業さんあのスポンサー企業さんの社員が入ってみたりとかはい、はい、そういう雰囲気を感じてもらえるってすごいいいと思うんですよねプロの,この勝負に行く直前の掛け声とかそういうものを何て言うか感じ取ってほしい。 そういういいいことともでできたらいいなと思ってんすけどねもうまさに本物を見てもらうっていう,そのもう戦う本物の舞台を、はいまあ、クリアしなきゃいけない部分はたくさんあるけどやっぱりこうエンジン組んでこういくさっていうのシーンなんてないじゃないですか、うん、普通に生きてたら、うん、そういうのを感じてもらえたらなと思いますけどね。ですね。いやちょっとそれそこにちょっとコンサラボのカメラもちょっとお邪魔してみたいなことができたら 一旦持ち帰りますか <laughs> 一旦持ち帰りますかこの流れで OK 出るかと思ってちょっと細かい持ち帰ろうかな,なるほど分かりました、はい、じゃあそこはちょっともんでいただいて一回持ち帰りますすそうですね、はい、あと、まあ、本当にいっぱい来てるんでいろいろあるんですけどあこれまた石野研究員いじりですね石野君のインタビュースキルが半端ないので題して第1回石野君のインタビュー準備はどうしてる選手権 <laughs> いやいやいやあの、そんな人様にお話しするほどじゃないですし、私、広岡さんに聞いたりしてることもありますし、他の実況アナウンサーに聞いてることもあります。まあ、あとはもう選手メーカーを読むこともそうですし、前の試合、ごめんなさい、真面目に答えていいんですか、これは。えっと、任せます。<laughs> どこまで話すの、まあ、前の試合、他のチームの試合を見たりとか、他のチームの方のリポーターがどんなことを話してるのかっていうのを書き出したりとか。うん まあ、あと対戦相手ですよね。特に、まあ、コンサドーレの選手はもちろんいつも見てるので、インプットされてることの方が多いんですけど、他のチームの方が特に知識が少ないので、うん、かなり試合数を見たりとかっていうことを繰り返して、頭の中に入れて本場に臨むっていう。は急にマジな顔になる。いやー、恥ずかしい。でも、石野君の研究はやっぱすごいっすよね。あのー、 まあ、本当、あの、手前味噌になってしまうかもしれないですけど。このなんか、こう、知識の急角度ぶりすごいですよね。すごい。です。あのノート、絶対見せた方がいいですよ。石ノート。いつか、いつか。石ノートですね。俗に言に一ページでも。一ページ、出しますか。ちょっと、こう、一回出してもらいたいな。モザイクとかかけていい。あ、分かりました。一部モザイク。一部モザイク。このノートがマジで、すごい。いや、いや、いや。でも、まあ、皆さんから、収録で教えてもらったことを詰め込んでる、だけなので。 いつか販売した方がいいかも。あの売れなかったときショックなので。売れるわ。してください。あれは売れる。所長のサインつけ取ったら。ちょっとそこに所長なんついでみたいに言わないで。ノーエクセレンス。ついでになっちゃったみたいなね。あの帯帯も書いてもらって。帯どころじゃなくても京都とかそういうがいいでしょう。あの所長メインで私あの最後の三ページぐらいにノート。 おまけみたいな感じで、黒ブイシノート、あ、所長が本を出すときに付録で入れてくださいとしたら、エクセレント。よかった。本書こうかな。じゃよろしくお願いします。誰ですかよ、コンサラボーで、あの本、杉げさんです。はい。つげです。何だっけタイトル？えっと、なんとかの力みたいなやつ。 なんか言ってましたよね。所長が帯書く予定そう,そうそうそう。<laughs> そうね、忘れてるみんな。すっかり忘れてる。<laughs> 忘れちゃうんですよね。そう。そっか、そういう感じでね。いやでも確かに、その辺をね。えー、いやそうですね。あ、でも。<laughs> あ、でも確かに、あの、いっとことかでもたくさん選手に、 石野研究員インタビューしてますけどなかなかねリアルでのインタビューっていうのはねそうなんですよ、うん、ルヴァンのヒーローインタビューぐらいですねうん、うん、対面でお話聞けたのは<ー>あれどうなんですかやっぱオンラインで取材って何か違和感ありますめちゃくちゃあるんじゃないですか私はスポーツキャスターになってからオンラインが主流になっているので、うんうん、逆に対面だと。 不思議な感覚になってしまってぇー。ーで、広岡さんは逆ですよね。でも絶対対面がいいですね。はい、うん。だってその、本題の質問に入る前の、ちょっと一言二言の交わす会話が、やっぱりめちゃくちゃこう、なんだろう、大事っていうか、そこで、あの、その、あなたのプレイ普段からもう見てますよとかっていうのをちょっと伝えることもできれば、全然砕けた話から入って、うん、うん なんかこうちょっと楽しいほがらかムードから入ることもできるし、うん、その辺が、まあ、オンラインだともう言うべきことをポンっていきなりも最初から質問しなきゃいけなかったりする雰囲気になってるし、あと他の人も聞いてたりするので、うんでね、あんまりこう苦けた感じにもなれないので、やっぱオンライン難しいなって思いますよね。うん、そうでしょうね。温度感が伝わりにくいっていうのはすごくありますよね。確かに。うん、選手もちょっと構えちゃう感じですかね。<ー>きっと確かに。まあ、うん、便利な面も。 ありますけど、やっぱり生がいいなっていう、対面がいいなっていう感じですかね。うん、ねねありますよね。それこそ金子選手とか高峰選手はオンライン世代だと思うので、入ってすぐコロナだったので、うん、私もいっとこで取材させてもらいますけど、一言目、あの、砕けたことを逆に向こうから言ってくださったりして、もうインタビュー慣れされてるので。<laughs> 慣れてるね、完全に。はい、ありがたいですよ。なんか石野さんお久しぶりです。元気でしたかみたいな感じで。 来ててくださっったりとか選手の方がそういういになってるんですすね,今ね、はいはい、後ろ助けらられてますこちらはなるほど、ねうん、までも確かにあのさっき選手がハーフタイムでいろいろやってるのはあの所長にとっては当たり前っておっしゃったんですけどこれ多分取材とかどういうふうにやってるかさっきあのハーフタイムの監督のコメントってどうやって取材してるんですかみたいな質問も来てたりしたんですけど多分皆さんからにとっては我々が普段どういうふうな取材をして例えばコメントとかをお届けしてるかとかというのも 多分不思思議ととといいうううううかどうやっっっててるんんだろうっていうのもきっとあると思うんですよね今で言うとあのあ前で言うと試合終わった後に選手が、まあ、あの自分で車だったりあとバスでみんな帰るまでのその間とかで<ー>私服にも着替え終わってその段階で選手に話聞いて今日の試合のあのシーンどうだったんですかとかっていうのも前はできてたんですけどもうこのコロナ禍になってから一切その出題もできないので、うん、本当に何て言うかその。 さっきやったあのプレイについて聞くっていうことができなくなっちゃってるんですよね。うん、そう。で、あの、コンサーラボのあの、ツイッターアカウントをフォローしてくださってる方はわかると思うんですけど、ラボ取材メモってあの出してて、うん、あの、なるべく選手が喋ったことをそのままお届けしますっていうコンセプトで一応、早くお届けしますってやってるんですけど、あれは試合終わった後にオンラインで、うん、あの、各テレビ局や各新聞社の方々と一緒に、そこで あの取材をさせてもらってるんですよね。うん、なのでうちがあの単独でその選手と向き合って取材したものを出してるっていうわけじゃ実はないんですよ。なんであれもやっぱオンンラインなんです、はい、全部うん、うん、今日の中島選手の私が伝えたコメントもうん、うん、まさにそうなんですよね、うん、そうだから本当だったらこうコンサラボならではの切り口とかでうん、うん、たくさん選手に話聞いたりとかしたいんですよ。うん そこでなんならこうちょっとカメラも回させてもらってその表情とかも皆さんに伝えたりしたいんですけど、うん、ちょっと今、なかなかそれがまだできない状況なのでだからもう早くもう自由に取材できるようになればもっとこう選手の魅力とかを伝えられるのになっって思、ねはい、<laughs> たりすすするんででよよねいや本当そうですよね試合終わって負けた試合の後とかにこう記者とかこう我々がこう言って話聞くと今日は話。 したくねえなみたいなのにも、ね、あったりするわけですよねあります笑顔でありますキャプテンだった時とか <laughs> キャプテンだった時とかそういうシーンも多そうですよね多い,い,い,いですね、うん、チームを代表してコメントしなきゃいけない、うん、降格した後とかもそうですけどやっぱりつらいですよね、うん、何言っていいのかっていうかもうイライラしてますしやっぱり、うん あの人間なんでプロとしてやっぱり答えなきゃいけないとは思うんですけどそこは人間出ちゃうんですよね、えー、ちょっと。ですよねうですよそうで当然合格後,後なんてもう一番つらい時ですし、うん、あとなかなかチームが勝てない時とかに、うん、こう我々取材する側も今日じゃあ誰と誰をその公式のこう取材の時間もあってその一人一人にパッと聞きに行くこと以外にあるんですけどそこで誰を。うん に出てきてもらって喋ってもらおうかっていう時に。そう負けが混んでる時とか、なかなかちょっといいプレーが見つけにくいなって時は、どうしてもキャプテン。にいっちゃうんですよね。だから、そういう時に多分呼ばれることが多いと思うんですよ。で、キャプテンが出る試合はあんまり良くない試合。いや、もちろん、もう,こう、この区切りのなくしめの試合とか、えー、いい時もキャプテンなんですけど。 よりそれ以上に悪い時はここはちょっとキャプテンお願いしますだから宮沢選手とかも結構苦しい状況で我々コメントを求めなきゃいけない時とかもあってでも宮沢キャプテンは本当になんかそういう時のコメント力とか対応力がもうちょっとすごいなって思わされること多いですし、ね、ちゃんとキャプテンとしてねこう成長してきたなっていうところもありますし、はい、ある程度裏話だとこういうこと喋ろうみたいなの考えてますね<ー>普段から。 あー、今 J1 目前の勝利、うん、え百、ー、勝目前ですけどみたいな百、はい、勝達成した時のコメントもある程度考えております。なるほど。あ、でもきっとその試合があまりに例えば自分たちのミスで負けちゃった試合とか、それちょっとこうフツフツってくる時あるじゃないですか、絶対に。はい。その時だともう考えていることとか吹っ飛びそうですよね。ねそうですね。もう感情出まくりです、ね <laughs> か。顔、目に出ちゃいますね。<laughs> ですよね、うんいや。いっぱいコメントをもらってます、うんあ。ありがとうございます。皆さんなんかちょっとその、ね、ラボ主催名もありがたいですとか、うん、本当にありがたいです。はい。龍二兄貴はいつもサポに向き合ってくれたので。龍<ー>ュ兄貴は、兄貴。そう、ね、<laughs> かに。そうそうそう 所長結構サポーターと直で話しているシーンとかもね、出てき石野君、<laughs> 悪気がなんか、悪意あるかも。ぶち込んできたな、<laughs> <laughs> ぶち込んできましたね。ちょっとカメラ回る前に話してたななんて思い出しちゃいました。真剣がゆえに、選手の気持ちも分かってほしいなと思って、向き合ってましたね。<laughs> うんうん、確かにね。 だからこその絆ですよね。と思いたいです。いや、そうなんじゃないですかね。いたん誰だった？誰だったの？そこに触れた。ごめんなさい。フッティさん、それ一番しんどい時の話なの。すみません。あのシせん。あー、自で話してた。一気に一気にごめんなさい。ごめんなさい。一気に皆さんがさーって来ちゃった。ごめんなさい。 でもね、ありましたね、そんなことも。その映像のおかげたとしたら、歴史を学ばせてもらっているので、もうたぶ全然顔が違いますもんね、やっぱあの柔らかくなったとか、丸くなったっていうコメントがたくさん来てました。だいぶそうですね、若い頃からしてもそうですけど、だいぶ変わってますね。コメントが止まらなないいですすけどごれくった一番こ ユッキーさん、あの写真にの、待ち受けでしてたのか <laughs> なんか、魔除け的なやつ。<laughs> <laughs> 東証魔除け。エクセレント。<laughs> エクセレント。いや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 ゃった <laughs> <laughs> 必殺仕掛けに、さん、室蘭の蘭って感じ。<laughs> 室蘭の蘭イエローカード出ちゃいました。ちょっとこの後気をつけます。もう一枚出ないように。そうですね。はい。はい、イエローカード <laughs> はい本当だはいちょ,ちょっと待ってもう時間がえ8時50分なんですか今え,え嘘でしょ <laughs> もうそんなに話します、ね、<laughs> いやそうですねいやでも本当に皆さんからいろんなねこの案をもらっててどれもやりたいなっていうこと多いんですけどは所長が移籍して来てくれた時、はい、本当に嬉しかったです<や>山根さん、まあ、いや嬉しいですねこういう言葉を言っていただくとうん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  こちらこそね、北海道に呼んでもらってありがたいですけどね。まさかこんなに長く住むとは。<laughs> 今でもいろんな役職を持っている、ね。もう、兼務の嵐ですからね、うん、今ね。うん、たくさんありますね、今。はい、新しく大名人にも。大名人 <laughs> エクセレンス。はい <laughs> 大名人ってつく人なかなかいないですよ。ないっすね。当に。なんかーフラ作ろうみたいなコメントもありましたね。あこれまずい。できちゃうかもしれない。それは面白いですね。どうしたらもう。大名人。そこの芸風呂向かってエクセレントしますよ。これ作るしかないじゃないですかもう。これ作れるしかないっすね。作るしかないですね。何個ができてたらどうしよう。当にはに。 ちょっと待ってください、今、はいえっと、見つけちゃったんですけど、15分前に、コンサにアシストさんが、すみません、遅くなりました、これから参加しますだ<あ> <laughs> いぶ遅いうんじゃないですか、コンサにアシストさん。ね、えいやでもこうやってねあの、いろいろと普段から横の交流も、はい、いや、うん、本当ですよね。そう、本作、ね、も結構あの、ずけずけとツイッターで、うんえー、テレビもそうですし、あとラジオの方も。<laughs> すごいつなげてくれますね。<laughs> 実際イベント開催されれますよねそそでう そうですよ。そうなんですよ。いや、こういう横のつながりはやっぱり嬉しいですね。ああ、やっぱりそういう、そういうもんですか嬉しいです。あの、一曲じゃできないことも、みんな力を合わせれば、こうなんかできるんだなっていうのを、僕自身感じてますね。ああ。もっとやってください。エクセレント左方にエクセレント。持っててください。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でもね、本当いろんななんかこう、多分タブーとかないと思うんだよ、あんまり。 やっていきたいですよね、どんどんね。やっていきたいですね。どうですかあの、うちの医師の研究員を、じゃあ、その、ラジオにとか。あ、ぜひぜひ、あの、機会があれば。一旦持ち帰ろうか。危ない。今行けたと思ったけ危ない危ない。あ、今行けたと思った。あ、いの愛を聞きに行きたいかな。ありがとうございます。持ち帰り事案が結構多い。そうですね。あの、 しかも今日コンサートホールの中の人来てないんで。確かにね。僕だけなんですよ今日。はい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 。いつもね担当の方がいるんですけど、今日僕だけなんで圧倒的アウェイ。違うか。ホームホームですよここ。ホームです所長所長なんか追い込まれてません。 大丈夫ですで,でもあのラジオで野々村さんの後を継がれる番組もありましたしねや嬉しいですけどもともとセカンドキャリアの話じゃないですけどしゃべることがそんなに好きじゃないので、はい、まさかこんなメディアに出るなんて思ってもないですよ。えー なるべくこう取材とかも避けるタイプ。だなのに負けた時だけ呼びやがってる。そうなんですよ。あ <laughs> あ、そんな顔してますよ、そんな時は。<laughs> でも今やもう本当に、こうクラブの、こうある意味もう広報宣伝のもう一番こうね、顔出して喋る役に。なってます。よね,うねそうですね。はい、やっぱりこう環境は人を変えるというか。<laughs> それにまんまとやられた人、ね。<laughs> でも確かに現役当時の河合隆二選手のイメージからやっぱりこう今の所長のこの立ち振る舞いってちょっとやっぱり当時はから見たら想像ちょっとつかないぐらい、ね、多分そうですよね、はい、みんなからしたら怖いだとか凍傷だとかなん機嫌悪いのかなみたいな感じのキャラだったんですけどまあでも実際は結構仲いい人とかは。 えー、ふざけちゃいますねあ<ー>、うん。結構ふざけキャラというか。なるほど。なんかいじり回してます、ね、後輩たちを。<laughs> そうなんです、ね。はい。今や白衣も着てもらってパティシエになったこともありましたし、タキシードを着てた時もありましたね。確かに。うん、どこなでも屋 <laughs> そもそも今白衣着てますからね。そうです、ね。はい。な <laughs> <laughs> でも屋なんですね。多分。<laughs> そのオールマイティーだからいろんな仕事が舞い込んできてるわけですね。もうねあのーうん、何でしたっけ。 食レポなんかもやってますし。ああすね、食レポね何。何してんだろう俺、<laughs> ろう俺。こんな、まあ、セカンドキャリアもありますね。<laughs> そうですね。はい、ご自身のセカンドキャリア。<laughs> はい、今、じゃ今、企画一個成立しましたね。セカンドキャリア。はい。<laughs> 確かに、はいあ。この放送ってアーカイブ残りますよね。後で見返したいです。残りますよね。はい。残りますので、あの気になるシーンは何度でも再生していただいてですね。はい。 いや600人近くの方が見てるんですよね。でも、今、皆さん、なんかちょっと思いついた企画案とかあったら、うんね、ちょっと教えてほしいですよね、事前にもたくさんもらってるんですけど、いやー、本当に、ツイッターの方もね、えー、同時でたくさんいただいております。はい、食レポ教えますよね<え>。<laughs> プロの方ですかはい、まさかれプロですね、 プロですね。はい、なるほど。うんう、んうん、うん。石の穴の、キラーパス。<laughs> イエローカードが出たやつ。危ないですね。やつですね。危ないです。はい。<laughs> あスパチャんを送りたかったですってコメントがあますん、ね、で、すいません。<laughs> 今回受け付けておりませんが、はい。ね、このやり方も、あの、徐々に2回、3回と回を重ねることで進化していこうと思ってますんで、うんうん、はい。 いや、結構さっきから、興梠選手の動きの研究ってね、うん、やっぱりこう。ああ、そうですね。うん。うん、ありますね。シーズン中にできたらいいですね。あ、ね、したいですよね。うん、本当に。あ、島副寮訪問できるなら、確かに気になりますね。以前はね、結構、なんか島副寮に選手にカメラ持ってもらって、なんか中の様子で伝えてもらったりとかっていうことも、なんかやったこともあ、<ー>この番組じゃないですよ。あの、元、ま、昔ですけど、<laughs> あったりしたんですけど。 今のは、なんか、選手たちがどういう風な、生活してるかね、ちょっと覗き見したい気がしますよね。面白いですね。インスタグラムでね、少し拝見することはできますけど。そうですね。ぜひ。インスタグラムとかで上がってくる、あの、島袋のご飯の、美味しそうなこと。いや、本当美味しいですよ、あれ。西洋も考えられて。はい。ただね、あの、僕みたいな年寄りには、ちょっと多いんですよ。結構ボリュームある。ボリュームあるんですよ。えー 若い選手にはいいんですけど、ちょっと多いんですよね。なるほど。でも練習終わってね、あの食べに行かれるね方もいらっしゃいますもんね。もう僕は常に行ってましたね。そうなんですね。はい。はい。量を出た選手もね、食べに行ってますもんね。うん。そうそう、量出てるのに、練習後に食べに行ってね。久しぶりになんとか選手来てくれましたみたいなことも結構上がってますよね。ああいうの見て本当なんかほのぼのしますよね。はい 僕も辞めてから2回ぐらい食べに行ったからそうなんですね、はい、<ー>いつでも来てねって感じで言ってくれてますねはいはいはい、えー、でも寮の部屋とかもみんななんかちょっとあれですよね選手によって個性出てそうですよね出そうですね寮とか面白いんですよねやっぱこう選手身近にて部活みたいな感じじゃないですか <laughs> すごい面白いですよ寮めちゃくちゃ見てみたいなね見てみたいですね

来ちょっとやっぱ、個性的というか、見てみたいですけどね。そうそう、興梠選手ね、この間、寮でご飯食べてるの上がってましたよね。あそうですよね。そうそうそう。みんなやっぱりインスタでよく見ますって。ね。各地域のアカデミーの紹介。あ確かに。各地域のね。はい。あもしいですね。 確かになかなかね、こうメディアでこう紹介する機会っていうのがなかなかないから、そういうのを訪ねてみるとかっていうのもありかもしれないですね。うん、おっ、大化の部屋はインスタでぬいぐるみたくさんあるの見た<お>え、やっぱり、すごい情報。すご,す,ごす,ご <laughs> すごい。え、テレビぶっ壊したりって、え <laughs> <え>どういうこと <laughs> あそうだ、なんかありましたよね、テレビ壊れて。なんかあげてましたね。あげてた、あげてた、インスタ。えー、そ,うそうだ、そうだ。 サメのぬいぐるみありましたね。だから今結構みんな選手がインスタとかは積極的にやってるから、はいうん、以前に比べればどんなプライベートかとか何が好きかとかちょっとこう分かりやすくはなってきてますよね。そうですね。選手の個人的な発信が増えましたもんね。うんうん、増えましたね。確かにインスタライブもね、うんうん、よくやってた時期もありましたもんね。ありましたね。うんうん、確かに。なんかあとあれですよね、こう本当に移動自由にこうしていいっていう状況になったら、なんか それこそ、アウェイとかの、関東とかにみんなで行って、そっちの皆さんとなんかこう、交流したりとか、アウェイゴール裏に行っちゃいましたとかっていう企画とか、やったら盛り上がりそうですよね。いや、それもやってみたいですね。そうそう。あとなんか結構たくさん来てたので、あの、スタグルスタジアムグルメをなんかみんなで一緒にこう開発しませんかみたいなとか来てて、やっぱスタジアムグルメって、その観客の皆さん、サポーターの皆さんの楽しみの一つ、 でもありますよね。その開発に関われるのは面白いかもしれないですね。ねはい。なんかそういうのもしたいなって思いますよね。いやいや、なんかもう本当皆さんと一緒にやりたいことがたくさんあって、うんね、はい。当然その、うん、ねコンサドーレのサッカーの研究っていうのもやりながら、はい、そこはもうどこにも負けない深さでやりつつですね。そっちのちょっとこうみんなと一緒に。 何かをやっていこうっていうような面白いです、ね、参加型を2022年はを始めにして、うん、ここから先どんどんやっていきたいなと思っております、うん、だからなんか本当にこうやってなんかこう皆さんのこうどんなことをやりたいかっていう話聞くのもすごい新鮮でここまでね皆さ<や>ん,だんすごいろいろ新鮮ですね本当にそう,、ね、そうなんですよ。そのスタブルももし開発できるなら皆さんが食べたいものとか欲しいものも聞きたいですよねそう,そ,うそ,うそうなんですよね。うん そう、そういうのも、ちょっと取り組んでいければいいななんて思ってますし、うん、やっぱあとは何より、ちょっとリアルイベントや、ね。やりたいですね。やりたいですね。こうやっね、もちろん文字でたくさんこうやって送っていただいて、うん、それを我々がこう読み上げるのもいいんですけど、実際のイベントだったら、じゃあもう、なんなら、ち上に上がってもらって、こんなことやりたいって言ってもらったりとか、うん、はい。そういうのもいいですし。こう生で、あの、カメラ越しじゃなくて、生で、うん、エクセレント やりたいですね結構最近スタジアムで求められることがあると思うそうなんですよスタジアムで河合さん河合さんエクセレントって言ってくれるんですよで写真とかも最近僕このポーズにしたいすますそうなんですよいやですからこれをねあじゃあもうみんなで来た皆さんと一緒にエクセレントって、うんうん、わあすごいですね<ー>やるイベント<ー>いいですね我々諦めておりません決して なので、これも近々、なんとかね、やっていきたいなと思いますんで。いやー、ちょっと、ワクワクしかないです、正直。いや、本当ですね。ハッシュタグみんなで作るコンサルボ、これ見たとき、すごいいいなと思いました。本当ですかはい。平岡さん、初岡さん、エクセルト。ありがとうございます。機えめなエクセルト。そう。ね、そう。いや、まあでも、こう、ハッシュタグってみんなをやっぱなぐものなので、 まあこういうのも活用しながら、ちょっと皆さんでわちゃわちゃして、そこにちょっと僕たちもこう寄せてって感じでね、やらせてもらえたらいいななんて今後も思ってますんで。はい、ということで、9時回りました。びっくりですね。いや、あっという間でしたね,でね。やってる方はあっという間でしたけどね、うん、皆さんもどうだったかぜひ聞いてください,い、ね。いや、そうなんですよ。今ね、もう今時点でも570人超える皆さんに参加していただいて、うんはい、えきっとあの試合を見て、 これも見てくださったって方もたくさんいらっしゃったと思います。うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。あ,ますあの、今後はそのリアルイベントに向けて、我々また、あの、ちょっといろんな計画練りたいと思いますんで、その時はそのリアルイベントでどんなことをやりたいかっていうのも、あの、ツイッターのハッシュタグ、みんなで作るコンサラボなどを使ってですね、皆さんにまたちょっとご意見聞けたらな、なんていうふうにアイデアを教えてほしいななんて思いますので、はい、はい。あの、 これからもぜひ皆さんの力をお貸しいただいて、コンサラボを盛り上げていきたいなというふうに思います。では最後に所長、はい、今日の感想と皆さんに最後メッセージお願いします。はい。えー、皆さん、1時間という時間でしたけれども、ありがとうございました。えー、これからもね、コンサラボとして、所長として、コンサドーレの研究を、えー、していきたいと思いますので、皆さんとね、こういうコンサドーレを、えー、少しでも盛り上げられるように、 一緒に作り上げていけたらなと思いますのでこれからも背長く応援よろしくお願いします。はい、ということで皆さん今日は本当にご視聴ありがとうございました。ありりがとうううございまままししたたやょうさようなら